て、もう最近もうぐん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 時間が伸びてますけども、で今日の3本目はですね、これですね、 X-Men ファーストジェネレーション監督さんがですね、誰だ、来た、監督さんが来ましたね、マシュー・ボーンで、主演がジェームス・マカボイで、マイケル・ファスベンダー、ケビン・ベーコンという感じのですね、 X-Men ファーストジェネレーションで、 X-Men シリーズってのはやってますよね。で、ウルヴァリン、サムライだとか、最近だと今度 DVD になる X-Men フューチャー&パストですか、なってますけど、で僕最近マーベルシリーズちょっと見てみようと思って、今ちょっと追っかけてるんですよ。で、じゃあ X-Men 見ようと思って、これ見てなかったからフューチャー&パストもなるし、見ようと思って見たのね。でさ、見たんですよ。で、今回はX-Men の、今まで1、2、3とあって、ウルヴァリン、X-Men 0とかってあってね。で、今回は X-Men がどういう風にこう結成されたかっていう過去のお話を描く作品なんですよ。だから、今度は DVD になるフューチャー&パストっていうのは、その X-Men シリーズの一番そう、こうなんつうの、直近の未来からね、今度、過去に行くっていうお話で、その現実というか現世界の X-Men の連中と過去の X-Men の連中が一緒に戦うみたいなお話なわけで、見てたんですけど、 X-Men シリーズってすごくつまらないんですよ。本当にね、どうしようもない。本当これみんな言ってるからね。X-Men ってのはまずありましたよね。で、1作目なんかすごくおとなしい映画で、ライバルキャラっていうか敵キャラでマグニートっていう、こう磁力を操って、こう、X-Men っていうのはミュータントって言われる、こう突然変異でできたこう超能力みたいなのを持った人種と普通の人間がいて、で人間がその力を恐れて、こうミュータントを排除しようとしてるっていう動きの連中もいるんですよ、人間の中には。で、そこで今ミュータントの中にはマグニートなんかはそういう人間を排除しようっていうわけ、人間を排除してミュータントだけの世界を作ろうっていう考えを持ってるわけで、片やプロフェッサー X っていう男は、いや、人間と分かり合わなきゃダメだってい う、 こう平和主義で、その人間とやっていこうっていう考えの2人がいるわけで、今回の X-Men ファーストジェネレーションっていうのは、このプロフェッサー X とマグニートの過去を描いたお話なわけね。だから本当2人がこう一緒に戦ってるところをやるんだよ。で、さっき言った X-Men シリーズってのは本当に面白くないと。で、 X-Men 1作目ってのもどうしようもないし、でマグニート、さっき言った話したマグニートなんかはおじいさんやってるんですよ、イアン・マッケランっていうね。で、僕なんかゲームとかアニメで見てたマグニートっていうのは、もう筋骨隆々の中年のもうすごく力強い人がやってたっていう印象があるんだけど、映画で見るマグニートさ、イアン・マッケランは素晴らしい役者さんだと思うんですけど、おじいさんがやられるとさ、なんか、うんって思うじゃん、ちょっと。ああって思って見てたのね。で、X-Men 2っていうのは、まあそこそこ面白いわけ。これ結構面白いんだよ。で、その後のファイナルディシジョンっていう最後の作品が、本当になんかね、東映漫画祭りみたいな、なんか仮面ライダーみたいな感じの、こう、着ぐるみがなんか出てきて戦うみたいな、どうしようもない作品で、で、X-Men ゼロ、ウルヴァリンっていうのも、本当につまんなくて、ウルヴァリンっていうこの、X-Men 主要キャラの過去を描いた作品で、これどうしようもないんですよ。嫌だなと思って見てて、で、今回のフューチャー&、ファーストジェネレーション見たでしょ。でさ、見るじゃない。で、プロフェッサー X と、そのマグニートの過去を描くじゃない。で、2人がこう、まあ、共闘して、ちょっと昔ナチスでね、こういた科学者みたいなのが今回の敵になるんですよ。で、そいつと戦うまではすごく面白いのね。マグニートの過去とか、プロフェッサー X の過去とかっていうちっちゃい頃の話ってすごく面白いのよ。マグニートはユダヤ人でさ、ポーランドにいて、こうそこの強制収容所で特別な能力があるから、その能力をナチスにこう磨かれるわけよね。でもナチスに両親を殺されてるっていう、そういうトラウマもあるわけだから、ナチス狩りをやってるんだよ。ここなんかすごいテンション上がるんだよ。で、プロフェッサー X は X でこう割と頭いいから、こう大学の教授でこういろんな研究やってると、人類学みたいな研究やってるってとこが面白いんだけど、最後わかるじゃないですか、
二人が喧嘩して別れるっていうのはもう分かってるんですよね、見てるこっちは。だから映画のラストでね、マグニート、お前は人間なんか戦うのやめろって言いつつ、マグニートの方はプロフェッサー X、 お前の考えは甘いっていうわけ。まあそうなるわなと思って見るんですよ。これラストが分かってて見る映画のつまんなさってやっぱきついものありますよね。だからリブートして完全に作り直すのかなと思ったらそんなこともないわけですし、やっぱね、続編なわけですよね、これは5本目ぐらいですよね、 X-Men シリーズがの5本目ぐらいだけど、続編が過去の話描いてその前作につながっていくっていうのは、多分スターウォーズとかホビットぐらいの伝説的なクラシックになった映画しか許されないことだと思いますよ、これ本当に。ゴッドファーザー2だって今見ると面白くないんだから、これだから、ゴッドファーザー2ね、今見るとただの普通の映画なんだよな、あれ1の方が面白かった。やっぱ当時はさ、多分なかったと思うんだよ、あんまり前作からのこう話で過去の話、お父さんの話も描くっていうことだと思うんだけど、今ゴッドファーザー2見ると、あ、いかにもアカデミー賞取りそうな感じねっていうこう感じになるんだよね。だったら1の方が全然こうスリラーっていうかサスペンスとしてもすごく一級品だったなって思うんだけど、だからねつまんないっすよ。だからフューチャー&パストも絶対つまらないんですよ、これどうしたって。見ますけど僕、だからX-Men シリーズってのは一本も見なくていいと思いますよ、これ本当に。今日はエージェントライアンしか今のところおすすめしてませんけど、ね、いろんな人がいいいいって言うかもしれないけど、それアメコミとか相当見た人は面白いって言うかもしれないけど、X-Men シリーズはね、基本的にね、ろくでもないですから、映画として。みんなでもう DVD 借りることないと思います、これは本当。損する。だったらファンタスティック4とか見た方が、スパイダーマンとか見た方が全然有意義だね、時間使い方として。なんかたくさん続編があるからいいもんだろうって思って見るっていうこともあるかもしれないけど、だって5本あって2しか面白くないんだよ。3なんか主要キャラ5分で死んだりするんだから、そんな暴力的な作り方許されます？えって思うじゃん、見てる方としてはさ。だからそんなろくでもない作品だから、やっぱやめといた方がいいっていう風に思いました。で、なんで見たんだろうって思って、そういう自分もちょっと許せなくなりましたね。やっぱ映画ってのは辛いもんだね、蓋開けてみるまで分かんねえんだから。俺最近もうつまんない映画だと途中で寝るようにしてますからね。 X でも2回寝たもんな俺、本当にな。まあお昼で低糖で X-Men 特集って言って、お昼の午後のロードショーで見るぐらいでちょうどいいと思う。90分の尺で見てちょうどいい、これは本当。そういう映画です。はい、というわけで今日の3本目はですね、監督さんマシュー・ボーンで、主演が、何でしたっけ、ジェームス・マカボイで X-Men ファーストジェネレーションでした。